らい。うん、10分ぐらい。おう、おう、おう。今日は休日出勤ですか？今日は、はい、通常は休みですあ、やっぱ通常休みなんですね。部署によってその当番で出てくる。ああ私のいるとこは今日は土日は休みですね。 あんまりブラックではない。では皆さん、お集まりで、こちらは、3階の読売ギャラリーというフロアになります。でこのビルは1階からあと読売クリニックのある6階までは、皆さん自由に入ることができる活性化エリアと呼ばれている場所です。でここの3階のギャラリーはいろいろこの、ショーケースを使ってパネル展を開いたりですとかイベントなどに使う場所になっています。で皆様の後ろの方には読売ショップという読売新聞の関係のグッズを売っていたり、あと今日もイベントをやってるんですけど、ね、新聞教室というところがありまして、通常小中学生とか高校生とかをいろいろ新聞の制作について勉強できる新聞教室というものを開いてまして、今日はうち の主催 の特別展の仏像の、イラストレーターの方の講演会があって今日イベントをやっています。じゃあちょっとぐるーっと回って見ていきますので、でこちらの、今は何もイベントやってないので大手町 の歴史を写真で振り返っています。で去年まではいろいろ堂本浩二さん のショックっていうミュージカルの、イベントをやったりですとか、あと松任谷由実さんのイベントをやったりですとか、いろいろこの、ギャラリーを使ってイベントを1年を通して行っています。でここは平日土曜日の、午前9時から、午後9時まで、午前8時から午後9時まで、オープンしてますので、皆さん自由に立ち入ることができます。朝8時で、はい、朝8時ですね。でですね、またエスカレーターがありまして、ここから4階、5階とホールのエリアになりまして、読売大手町ホールという501席の、ホールがあります。で今日もこの、演劇の、イベントがありまして、お客様がいらっしゃっています。なんか花がすごいんですけど。はい、そうですね、このイベントが始まったというのでお祝いの花が、いつもより結構多いですね。やはり有名な方が出演されていて、この草笛さんですか、注目されている、ね、松岡さん、はい、TOKIO の松岡さん、ね、花だらけ。そうですね、今日はすごいお花がたくさん届いています。でイベントによってはもうすごい人がずらーっとここで並ぶ時もあります。でこういうパネルを立てて記念写真を撮ってもらったりとか、こういうイベントもよく開いています。すごい。で今日ちょっとイベントホールやってますので、この黒いちょっと絨毯まで撮っていただきます。
動産センターの方です。じゃあすいません、ちょっと今日はホールのイベントをやってますから、ここまでとまたちょっとこちらの方へ送ります。はい、ニュースラボという、読売新聞の歴史ですとか新聞ができるまでを学べるものを展示しております。でここも自由に見ることができますので、せっかくですので皆さんご覧ください。でこの読売新聞の、ビルは5年前にちょうど創刊140周年を記念して出ました。で昔ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、昔のこの読売新聞の本社は地下に、工場、印刷工場がありました。今は地下にありません。で今と昔の新聞の作り方の違いですとか、そういったものを勉強しています。これは実際の輪転機で使っているのが一人なんです。で、瞬間のこの4色の組み合わせで作っています。できるのかな、4色を重ね合わせるとカラーどうなのかな。こうか、こうか、そうですね、こう、あ、じゃあここに乗せて、なるほど、でこうポテンと、で同じ作業をあと残り3回。新刊のこの4色の組み合わせでカラーよく新聞を拡大してみると点々が重なってるのが分かります。どこの工場ですかっていうのが分かるようになってます。
ね、大体テレビ欄の下側にあの書いてある。でもしあの今度見ていただければ。忘れたって聞いた言葉も、それは違うんですか？なんか新聞の上にこう穴が開いてる。それはうちではないんですけど、そういう風にやってるところもあります。それは会社によって違うんですね。はい、であと工場によって使ってる機械が違うので、微妙にその切り口が違ったり。大丈夫ですか？それとですね、あと一番奥の方に読み書きの森保育園というのがありまして、お子さんを預けることができる施設が、近隣とはい、そうですね、マーカーの、はい、子育てしながら働けるようにということで、行くのか。プロがいたんです。原稿もこれですからね。描きですで。ない感じは鋳型でその都度作ってた。今はもう電子的に。昔はすごい。社員とあと一部の周辺の近隣の若者も。何時から？朝7時半から夜10時まで。7時半以降は延長保育で、なるんですけど、はい、ただ着替えも3組預けとけば洗濯も全部やってくれて、おむつも持っていただくというので、芝生のところで遊んだり、パレスホテルの噴水の行ったり、東京駅で新幹線に行ったり、あ
あとあの後ほど行くんですけど、12階の屋上庭園にあの小さな花壇がありまして、そこであの畑のお芋を作ったりとかしてます。秋になるとお芋を収穫して、おやつで食べたり。じゃあ、これからあの今日のメインである10階の編集局に行きます。でこちらはあの平日土曜日、あの日中、自由に入れますので、また皆さんぜひ、お越しください。じゃあ、 あの10階に移動しますので、こちらへ。すいません。じゃあこちら右側の方へ。はい。これから10階に、エレベーターで行く。その前にあの皆さん、今こちらご覧いただくとあの青いの太いあの柱があるんですけども、これはあのこのビルで使っている耐震ブレースという、耐震のため の、 あの建築資材をあえて見せるようにしています。でこちらにもあるんですけども、全体で470箇所ありまして、こちらのビルはあの相当大きな地震が来ても耐えられるような頑丈な作りになっています。やっぱりあの200メートルという高さがありますので、地震ですとかこの間の台風のような強風があるとかなりまあ揺れるんですけども、そういう揺れを抑えるようなあの機械とかもあります。で今日あの声を聞く支部教室であのイベントをやっております。ではあの実際の10階の方にこれから行きますので、このビルはあのやっぱり新聞ということで、結構紙とか和紙ですとかそういうものをコンセプトにデザインしています。じゃあ、はい、そういうの働き先に乗っていただいて、うん、どうぞ。なるほど。乗れるかな。これで鳴ったら嫌だな。大丈夫です。ブブじゃあ先に。鳴らなくてよかった。あの食堂やコンビニが12階にあります。今日やってんですか？今日もやってます。お24時間やってます。